どうもこんにちは、力クロスフィットの音谷です。必要な機材はボックス、60センチ、うちのボックスはないんで、ウェイト、いろんなものを乗っけて61センチにしましょう。バーベル、バーベルはバーを含めて51キロにしてください。男性ですね、男性が51キロ、そして女性はバーを含めて34キロにしてください。ぶら下がることのできる鉄棒です。鉄棒なんですけど、ね、何でも構いません。公園にある鉄棒でも構いませんけど、自分がしっかりと、ね、ぶら下がれるバーで行ってください。しっかり立った状態から両足でジャンプしてボックスの上に乗ります。ボックスの上に乗った状態でしっかりと膝と腰が伸びた状態、また一歩ずつステップダウンしても構いません。バーが床に置いてある状態からスタートです。バーをクリーンして肩の上に乗っけます。この状態からバーを肩から頭上に上げます。頭上に上がった状態で膝、腰、肩、肘がしっかり伸びきった状態、横から見て体が一直線になった状態、これで1回とします。上げる方法としてはショルダープレス、プッシュプレス、プッシュジャーク、スプリットジャーク、両足が鉄棒の後ろにある位置からスタートです。毎回両腕がまっすぐと伸びた状態で腰を開ききりましょう。バーに両足が同時につくまで引き上げます。今からスコアの仕方を説明します。スコアの仕方は全ての動作の合計回数です。一つのラウンドの動作の合計は15回、12回、9回の36回です。ですからもしあなたが5ラウンドしたという場合は 36×5、180となります。もし5ラウンドと2回したという場合は180、足す2で182となります。